どうも、最近メガネ買いたい草の分傾担当、フキノトウです。おお、メガネ、それを気に入ってないんや。いや、なんかな、もう1年間同じメガネ買ってたらもうええかなと思って、あそうオーマイ・グラッシーズっていうさ、別にこれ、アンでもなんでもないねんけども、ど、うん、こでちょっとメガネ今回は買おうかなと思ってますね。うん、ちょっとなんか、はい、いいメガネが欲しい、フキノトウ。まあ、フキノトウくん、ブランド大好きマンなんでね。そう、ブランド大好きマンなんで、ちょっと嫌やな、なんかな。<laughs> あほっぽほっぽ。<laughs> <laughs> おっぽ、<laughs> ってことやね。はい。みんな結構正直もう最近ライブとかやっても多いけどさ、うん。後期へのやる気がないですとかね、後期に対してモチベ上がりませんみたいな人多いと思うねやんか。うん。そのために後期のどういうふうに向き合うのか。まあ、実際ね、復帰の塔は後期で広島大学入ってるんですけども、どういうふうに復帰の塔はね、モチベ上げていったのかみたいなお話ね、できればいいなというふうに思っております。はい。じゃあ早速まず復帰の塔からいいですか、はい、弁当までって喋ってくれるけどね。はい。お久しぶりの二人動画やっていきましょう。はい。ってことで、まず復帰の塔から、まず考えてほしいねやんか。今後期の勉強 をする人しない人っておると思うねやんか。で、 これどっちも考えてほしくて、じゃあまず、後期の勉強をしなくていい人の方から、ヒのとを紹介していきます。まず後期の勉強をしなくていいよっていう人は、別にもうやらなくていいねんけども、例えば、私立ね、例えば、早稲屋とか慶応とか、自分のまあチャレンジ校、自分が、え、受かると思ってなかったって、私立受かった人結構いると思うよ。こういう人とかやったら、もう後期の大学と比べてみてほしいねん。例えば、広島大学後期で受けるけども、早稲田受かってる。で、早稲田と広島比べたときにあ、早稲田の方がいいかな。やったら別に高期なんか受けなくてもいいですし、もうそみんな大学生決定やん、和田生決定 っていうことで遊んでもいいなと思うし。だからね、後期試験に出願してるから必ず勉強しなければいけないわけではないです。なんか私立でチャレンジ校を受かってる人。あとはそうやな。できれば勉強してほしいけども、全期100%いけたわっていう人、もしかしたらいるかもしれへん。100%なんてことはできないけども、まあ、いけたやろうっていう人とかやったら、もう遊んじゃってもいいのかなっていうふうに思ったりする。今日それ以外の人さ、全期受かってるかどうかわからん。私立もあんま行く気がないっていう人。浪人か。 後期かこれで、なんやろうな、浪人めちゃくちゃしたいです。やったら別に浪人してもいいんかもしれんねんけども、浪人が嫌です。 っていう人やったら、もう後期勉強をするしかないよね。それしかみんなの選択肢残されてないよ。必然的に後期の勉強を頑張るしかなくて、で、だから後期も頑張ってくださいってことやねんやんか。けども後期って実際に小論文とか面接とかで対策の方法わかりませんみたいな。めっちゃわかる。先ほども面接だけあったし、弁当で一体何やったん後期のあの科目受けてへんと思うけど。僕はもう面接対策、面接とか小論は避けて、あの、数学とか理科とかやったな。うん、ああ、そうなんか。ツリーとかやったらさ、もうそのなこと二次試験、あの、 前期試験と同じように勉強してくれたらいいし。逆に小論とか面接は、もう笠に丸でね、しっかり対策動画上げてるんで、面接、小論文、笠に丸それぞれね、概要欄載っておくんで、ぜひともね、そちら見てもらったらいいなというふうに思います。ごめん、ちょっと花粉がひどすぎって。っていう感じかな。だから、吹きの塔からは以上です。あの、ちゃんと、もう、講義をやらなあかんやって、やるしかないから。で、あとちょっとやもう、みんな頑張ってきたの今せてんのめっちゃもったいないやん。これこそ、現状維持バイアスって言って、今までみんな勉強頑張ってたのにさ、いきなり捨てんのもったいないやん。 ここは現状維持バイアス働かして勉強を続けるっていうのをやってほしいなっていう風うに思いますで、さっき言った通り、私立とかもう前期受かったっていう人だったら別にしなくてもいいかなっていう風に思ったりはします。かな？はいということで、あの僕もあのなんか浪人が勝ってるみたいな人。まあ、私立と後期をか戦わせた時に私立が勝ってるんだったら僕もしなくていいと思います。ただ、浪人をもうする人はもう3月いっぱいで合格点行くぞっていう気持ちで勉強してもらった方がいいなっていう風に思いますね。もう今油。 でも4月5月とかになってくると予備校入って、うん、ま,あまだ1年あるしみたいなちょっと油断があると思うんですよだから浪人生ってもうこの3月で決まるって言ったらだいぶ嘘なんですけどもうちょっと後に決まる方がもうちょっと後の方が大事なんですけどこの3月でもう合格点取るぞっていう気持ちで勉強した方が油乗ってるしあのー、もうこの1ヶ月でねあの合格点乗るくらいあの勉強できると思うんであと過去問実際解いたしね1回もう傾向と対策もだいぶもう分かってるもう1回受けた、うん、めっちゃ都合いいと思いますこれはなんで であの浪人すする方も3月いいいいっっぱでで頑張ってくださいというかねそんな感じですで僕は後期試験ちょっとやってないんで、もうあのテクニカルなことを紹介していけたらなというふうに思います。えー、とまず、えー、ともう結構なんか神社という環境が好きなんですねで最。最初から何の話をするんだってことなんですけど、まあ、神社行けと。うん、神社行け。で、あの、もう。<laughs> スピリチュアルな話するの <laughs> スピリチュアルな話をします。あの、前期試験受からせてくれっていうふうに頼み込みに行きましょう。もうこれ、もうどうしようもないと思うよね。あの僕も諸事情で なんか、今、あのー、そう、なんか分かるんですよ。その合否、めっちゃ待ってるみたいな。まあ、実際あると思うんですよね。その、大学3年生になったら就職活動始まるし、大学院の対策っていうのが始まって、まあ、僕も大学院の試験の,あの合否発表待ってたし、まあ、いろいろなところでも合否発表待つタイミングがあったんですけど、まあ、これどうしようもないんよね。なんかもう、気になるなって言って、BBS 貼り付いたりするんですよ。で、これは、あの、僕、どうしたらいいかなっていうふうに、いろいろ心理学の知識を自分の頭の中で検索してみたんですけど、どうもないと。これはどうしようもないと。で、こんな時に、 え科学的なことでどうにもならないとき、人間はね、宗教にね、すがりついてきたということで、まあま、日本人にとって、まあ、一番、あの、無宗教です。もう、自分どの宗教も信じてませんまあ、強いて言えば仏教です。みたいな人も、あの、キリスト教なんですっていう人もね、あの、神社っていうのは、もう、なんか、めっちゃ緩いんですよ。神道っていうのは結構緩いんで、あの、神社に行って、あの、お願いをするっていうので、僕はいいと思うんですね。で、えっと、前期試験受からせてくれっていうふうに頼み込むんですね。その時に、今から後期試験の勉強を必死にやるから、前期試験受からせてくれっていうふうに頼み込む 頼み込めばいいと思いますでそしたらやらざるを得なくなるそうでそれで多分神様ももうお前だけは もう救いようないわってなったら、もう多分切り捨ててきます。で、そうなったら、ああ、俺は切り捨てられたんやなって思うけど、でもちゃんと後期試験の勉強もやってたから、あ、耐えたわってことになるんですね。なんで、まず神社行って、前期試験受からせてください。もうその代わりも後期試験の勉強めっちゃ頑張ります。後期試験の勉強めっちゃ頑張る。もう今日からもう毎朝は7時とか8時に起きます。で、勉強もします。将来もうめっちゃ社会貢献しますんで、前期試験どうか受からせてくださいっていうふうに、そのぜ条件、条件出して、もうこの世界よくするんで、前期試験受からせてくださいっていう条件提示して、ちょっとじゃあ神様も ちょっと前期試験受からせてください。やっていうことを頼み込みに行きましょう。と、これ結構ね。心落ち着きます。はいで、あと2つ。えっとまあ、やる気全般に言えることなんですけどえー、チャイガルニ効果っていう。これはあの中断したところからあの。 中断、中断解除というか、その、続きをやるっていうのは結構人間、あの、モチベーション湧きやすいんですね。なんで、金曜日とか勉強するとき、金曜日の夜、漢字の2画目とか、計算しかけて、あ、あとちょっとで答え出るっていうところでやめるとか、そういう、めっちゃキり悪いところで勉強をやめると、次がリスタートしやすくなるんですね。だから、もう今回、もうやる気多分皆さん減ってるんで、もうテクニックに頼らないと、もうやる気維持できないわけですよ。だから、もうここはタイガルニック効果っていうのを使って、あの、とにかく中断しまくるっていうのをやってみてください。 はい、で最後、トークンエコノミー法。これはね、あの、シールペタペタすればやる気出るよっていうやつです。あの、人間でも動物でもそうなんですけど、ご褒美あると人間頑張れるんですね。で、あの、ただそのご褒美がある、チョコレートとかは、飴とかだと、まあ、日常的にそれ食うじゃないですか。だから結構難しくて、勉強しなくても別食っちゃうわけですよ、チョコレートなんて。誘惑負けるんで。ってなったら、あの、シールがいいです。シールは日常的に貼らないですから、あの、シール貼りてえなーなって勉強もしないのに、シール貼りたいわ、貼るわっていうバカいないじゃないですか。だから、シールを貼シール買ってきて、あの、なんか大 だからもう画用紙みたいなのをこう買って、あのー、ちょっと頑張ったなって思うたびに、まあ、緑の無機質なシールとかでいいんでそれペタ,ペタ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 貼っていく、えー、教科書1ページ読んだらペタって貼るノート1ページ読またらじゃあ 2, 2個ペタって貼るとで、あのー、まあ全然勉強やる気起きんなでも勉強しようよいしょ机に向かいましたはいペタって貼るみたいな感じでちょっと自分が頑張ったなってに思うたびに東京エコノミー法のごとく、あのー、シールをペタって貼っていけばあのちょっとはやる気出ます僕もこれあの全然おもんない学問分野勉強するときこれやってたんで、あのー、これはもうどんだけやる気出ない時もあのー まあ、バーンアウト、まあ、燃え尽き症候群とかなってない限りはあの使えますので、ぜひとも試してみてくださいで。燃え尽き症候群になってる方は、勉強時間減らして大丈夫なので、あの減らしつつ、自分の無理のない範囲で勉強してみてください。はい、って感じかな、実際の具体的に勉強法は、霞、まあ,あの,の動画を調べてほしいねんけども、またね、別の動画で、全治支援の発表終わってからぐらいかな、動画でまたそうと思うので、またお楽しみにしておいてください。と、はい、いうことで、今日は終わりましょう。うしょうバイバーイ。バイバーイ